私が教官の天野雄一です。よろしく。はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日は天野雄一先生の教習を受けたいと思います。天野先生、おはようございます。非常に親切。教習を始めますよ。シートベルトは忘れないでください。車を出してください。そこを左折してください。もうちょっと左に寄せてください。そのまままっすぐ走行してください。ゆっくり減速してください。次の角を左折してください。目視して巻き込みをチェックしてください。減速して一時停止してください。左右の安全を確認してください。一時停止してちゃんと安全。低速ギア。ここは一時停止ですよ。次の角を右折してください。行けるね。無視するとか。いや、安全確認、踏切のとこの安全確認 しなかったからな。結構減点だろうな。キープレフトですよ。減点の点数は大きいと思いますね。ああいう ハンドルをゆっくり左に回してください。次の角を左折してください。止まってください。信号無視か。信号を無視しましたよ。じゃあ多分白いない。もう一回やり直しでしょうね、これ。歩行者を確認してください。歩行者は大丈夫。バスの後ろにくっついて信号待ちって珍しい。まあ、いや、ニュートラルになってたから進まなかった結果。どうなの？
まあなんか、停止線ギリギリで止まってんですかね。まあこれ青になってから。すごい。次の角を右折してください。ゆっくり減速してください。パス。そこを左折してください。安全確認をしてください。一時停止してちゃんと安全確認してください。低速ギアのまま一気に走り抜けてください。で、大丈夫で、どうだろう。ゆっくり減速して停車してください。ハンドブレーキを引いてください。はい、今日はここまでにしましょう。惜しかったですよ。でももう少し練習が必要なようです。ああ、そうです。もう一度やり直しです。ああ、78点。じゃあ再教習。おはようございます。教習を始めますよ。シートベルトは忘れないでください。それじゃあ発進してください。ここを左折してください。内輪差に注意してください。そのまままっすぐ走行してください。まっすぐ走行。ゆっくり減速してください。待ちするの初めてだったような気がする。次の角を左折してください。左折か。目視して巻き込みをチェックしてください。減速して一時停止してください。左右の安全を確認してください。で、大丈夫ですよ。一時停止してちゃんと安全確認してください。で、大丈夫。低速ギアのまま一気に走り抜けてください。次の角を右折してください。だ、これはやめた。一速にシフトダウンしてください。まあ結構信号待ちも多いんでね、路上教習。キープレフトですよ。わ、これで。ハンドルをゆっくり左に回してください。わ、こういう感じで。
次の角を左折してください。角を左折、目視して安全確認をしてください。歩行者を確認してください。まだでも歩行者は少ない方です。もうちょっと教習のレベルが上がると歩行者の数が多くなってきます。もうちょっと左に寄せてください。ストップ、ちゃんと信号を見て、もうちょっと左に寄せてください。バス抜かそうと思ったらすぐ止まって発車しちゃうもんです。本来の運転ではやっちゃいけないことなんです。次の角を右折してください。ゆっくり減速してください。うわ、危ない。まあ、こういう感じで。そこを左折してください。安全確認をしてください。もうちょっと左に寄せてください。一時停止してちゃんと安全確認してください。遮断機が閉まって電車すぐ来るってなんか危ない気もしますけど、ゆっくり減速して停車してください。ハンドブレーキを引いてください。教習終了です。惜しかったですよ。でももう少し練習が必要なようです。もう一度やり直しです。75さっきより下がってる。おはようございます。教習を始めますよ。シートベルトは忘れないでください。車を出してください。合図を出し忘れましたよ。そこを左折してください。内輪差に注意してください。やっぱずっと出してないとダメだ。そのまままっすぐ走行してください。ゆっくり減速してください。次の角を左折してください。目視して巻き込みをチェックしてください。減速して一時停止してください。減速して一時停止。左右の安全を確認してください。一時停止してちゃんと安全確認してください。で、大丈夫ですね。低速ギアのまま一気に走り抜けてください。次の角を右折してください。次の角を右折。少しアクセルを緩めてください。
ハンドルをゆっくり左に回してください。次の角を左折してください。目視して安全確認をしてください。もうちょっと左に寄せてください。歩行者を確認してください。あ、さっき目の前にバスいたけど今回はいない。できますよ。スケートをしているかのように。あ、やべ、クラッチを切ってください。左スティック、今の状態離しちゃって今のように言われちゃうんで、ちゃんとニュートラルでハンドブレーキかけるとあれなんですね。左スティック離しても何も言われません。次の角を右折してください。ゆっくり減速してください。そこを左折してください。左折。そろそろ青か。左安全確認をしてください。してください。もうちょっと左に寄せてください。一時停止してちゃんと安全確認してください。低速ギアのまま一気に走り抜けてください。あれ、まだもう一度走る。どうです。シャダウンが上がって、ゆっくり減速して停車してください。ハンドブレーキを引いてください。教習終了です。なかなか良かったですよ。はい、合格です。あ、84点。まあ、こういったところでこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。